2 0 2 4年1月24日、参議院予算委員会、能登半島地震で現地に行くなと言われているのにわざわざ行った、迷惑な立憲民主党の杉尾秀也議員が、政府の震災対応が遅いと、いいかげんな数字と教授の適当な発言を根拠に批判してました私も先週の土曜日、日曜日、福祉関係者の方と共に被災地に入りました。 避難所も回ってままいりましたけれども私、個人的にも阪神大震災、そして東日本大震災では、現地で取材活動をしておりました。今回の地震の規模、そして被害の状況、深刻さ、全く変わらないというのが印象です。また、避難所の状況、ちょうど29年前になります、阪神・淡路大震災の時とこれも変わりません。私自身、この間何をやってきたんだろうと、非常にじくじたる思いがあります。 石川県の危機管理アドバイザーでもあります、神戸大学の室崎名誉教授は、今回の件について、発災直後に状況把握ができ国や県のトップが震災を過小評価したのではないかと、初動に人災の要素があったということを指摘されておられます。資料1、出してください。いろいろ指摘されていますけれども、自衛隊の派遣、今回は明らかに遅いし、少ないというふうに言わざるを得ません。人災の要素があったということについての総理の受け止めを伺います。 岸田総理大臣今回の地震は、日没直前の発生であること、また半島といった地理的な制約があることなどによって、まず情報収集に大きな困難が生じました。私自身も発災直後 和島市長あるいは鈴市長に直接電話をで連絡を取り直接状況を把握するなど努めたところでありましたそしてそうした両市長の情報などから広範囲で家屋の倒壊がありライフラインインフラにも大きな影響が出ているこういったことを確認したことから要を徹して情報収集を行うとともに 自衛隊、消防、警察、各部隊に対しまして、現地に速やかに入るということ、また必要物資をプッシュ型で送るということ、まあ、こういったことを指示したところであります。そして、非常災害対策本部を立ち上げた。 そこでその会議において、部隊の最大限動員、救命救助への全力を注ぐこと、物資の確保、医療の提供、インフラ普及等あ指示をしたところであります。自衛隊においても、発災直後から情報収集に努めるとともに、現地のこの輪島駐屯,駐屯地においては、 部隊において約1000人の被災者を収容するなど、取り組みを行い、そして東海家屋からの生存者の救助に当たる対応を行いました、こうした発災直後から、自衛隊も含めて、救命救助に迅速に取り組んだところであります。杉尾秀哉君あの、私、東日本の時はずっと生放送で中継してたんですけれども。 確かにあれも,もう午後のです、ね、遅い時間帯で暗くなるまであんまり時間がなかったんですが、夕方からいろんな情報が入ってきました、今回はです、ね、あんまりそうした気配がない、そして私、あのもう一度です、ね、あの時に防衛大臣をされていた北田利美元参議院議員にお話を伺ったんですけれども、あの時は、まあ、いろいろ議論がありましたけど、翌日にです、ね、菅総理がまず上空から視察した。 そしてその2日後にです、ね、今度は北沢防衛大臣がやはり空から視察をした、大変な状況だということを把握した上で、全体像を把握して5万人から10万人規模に自衛隊の派遣を引き上げる政治決断をしたんです。今回、そういう政治決断があったのかということを北沢防衛大臣もおっしゃっている、どうですか発災直後から私自身、情報収集に努めるとともに、えー、自衛隊をはじめとする各部隊へ。 対して現地へ、この一刻も早く駆けつけることと指示を出しました自衛隊の先ほどのこの取り組みと合わせて救命救助そして救援物資の輸送孤立住民の救助 こうした取り組みもも即座に、えー、取り掛かったところでありますし地理的な制約の中でも初動対応に遅れがあったということは当たらないと考えております、はい、杉尾秀弥君地理的な条件が不利だというのはわかりますしかし被災地の方に命の傾聴はありませんうこういう条件不利地でどうやって救助をするのかどれだけの部隊を最大限投入できるかというのは やっぱりこれ、自衛隊の最高指揮官として、岸田総理の決断がなかったら、やっぱりできなかったんですよ、私はね、それがね、本当にあったのかということを問いたい、そして今日防衛大臣も来ていただいてますんで、防衛大臣は一番最初に、これ、上空からで結構です、現地視察したのはいつですか。防衛大臣お答えします、えー、ますずはははについてあのいいですいいて あの、まずは、あの、申し上げなきゃいけないのは。えー、あ,まあ、私の視察としたのは、先週の水曜日になります。はい。先週水曜日、十、何日ですか。十、は、七、い。はい。杉尾秀哉君。これ、あの、防衛省のサイトを見ても、そうなんです。十七日に初めて視察されてるんです。現地の視察を、することがすべてとは言いませんけれども。 ただ大臣は、降下訓練はじめに1月の7日には現地に行かれてるんですよ。私はやっぱり残念ながら、ですねやっぱりこの目で見てみないとやっぱりわからないと思うんです、映像を通しただけでは、そしてこれちょっと次のですね資料2なんですけれども、ちょっと今日防衛省といろいろやり取りがあったんですが、まあ、これ、単純比較はできないと言うんですけれども、私は今回の、 やっぱりこの地理的条件の中で、やっぱり陸から行くのが難しければ、まず最大限航空路、運輸もそうですけど、運輸も隆起してますから、やっぱり最大限のやっぱり航空,航空せあの自衛隊をですね関係、関係をですね、投入すべきだと思うんですけど、本当にできてましたか、それいかかがですか木原防衛大臣。あのまずその、先ほどのパネルの1枚目について、少しあのお話し、いや,いや、いやあのこれ言,言わなきゃいけないので、これあの、放送されると誤解を招くといけませんので。 東日本震災やその熊本地震の際にはあの、現地派遣隊員と司令部や後方支援も含めた統,統合任務部隊の人員のみを公表、やいや、やい公表するあの基準が違いますので、ここは正確に申し上げないと、はい、短く申し上げますあの、この表で先ほどちょっと1枚目のパネルにあの行,って行っていただきたいんですが。 あの2日目1000人、3日目2000人というのは、これは自衛官を被災地に投入した数であって、熊本地震と東日本震災はこれはあの体制の数であって、ベースが違いますので、それに相当するものは、2日目はですね1万人となります、これも報道,報,道には報道にはちゃんと説明をしております、そして現在は1万4000名の体制の中で、6000名、7000名を投入しているというふうになりますので。 あのベースが違いますので、ええ、はいそれと同じように、ですねこの,あのヘリについても申し上げなければいけませんが、まずのヘリにつきましても、あの同様にですねあのこちらにつきましては、ええ、すみませんね。あのあ これは大変申し訳ないんですが、これはお詫びを申し上げないといけません、あのまず、えー、東日本、その数が、ですねベースが違うものを渡してしまったことは、まずお詫びを申し上げておきません、東日本震災とその熊本地震というのは、その体制の中でどれ,どれほどのヘリが待機をしていたかという数であって、実際に投入した数とは違います。であの今回の,の地震は実際に 運用として被災地にヘリが実際に投入した数ということでございますので、その点はあのまた後ほど委員には正確な資料をお渡したいというふうに杉尾秀哉君。 あの前提が違うというのは、実はこの質問の前にも、この資料、そのまんまあの防衛省から頂い,いた資料、そのまま出したんですけれども、前提が違うという説明がありまして、これはまたあれしますけれども、もう一つですね、実はあの先ほど紹介しました室崎名誉教授は、これ、いろんなジャンルで今回遅れたんじゃないかという指摘なんですけれども、緊急消防援助隊についても、やっぱり小出しで救命ニーズに追いついてない、こういうことを指摘されてるんですね。 でその,の次のですね、えー、ごめんなさい、1枚目の資料の下半,半分なんですが、これもあの単純には比較できないんですけれども、私、こういう話を聞いたんです、実際に確認しましたけれども、私の地元、長野県です、松本広域消防というのがありますが、高性能の住居をですね運んだんです、相当高価なもんだそうです、しかし、一度も使われないままに、ですねそのまま引き返してきたっていうんです。 これ事前に通告してるんですけど、なぜこういうことが起きたのか、そして本当に貴重なですねこういう人材が本当に生かされたのかということも含めて、簡単に説明していただけませんか。松本武明総務大臣緊急消防援助隊、はいえー、そして今、具体的に松本からの応援の舞台についてのお話であったかというふうに思いますが。えー 今回の能登半島地震におきましては、緊急消防援助隊の出動については、発災直後の16時30分に消防庁長官から出動の求めを、えー、知事からの要請を待たずに行いまして、次いで17時30分には、えー、地元自治体とも連携しながら出動指示に切り替えて、1月1日中に2000人規模の部隊に出動指示を行い、 二日朝には、石川県に集結をして活動を開始をしておりまして、発災当初から二千人規模の人員が出動をいたしております。あの、今お名前がありました、室崎先生からは、新聞紙面市場で小出しというお話もございましたので、私どもとしては専門家のご指摘はお聞きして受け止める姿勢を持たなければいけないと思って、消防庁の方からお話をさせていただいて、 事実関係をご説明させていただきましたところ、発災当初から十分な規模の部隊が出動していたことは理解した。被災地に現に到着できた部隊数を見てこだして発言したが、道路などの事情もあることは承知していなかったとの話をいただいており、当初からの出動についてはご理解をいただいたかと思っております。そして、緊急昇便所帯に長野県大隊が出動した際に、 松本広域消防局が重機で出動されたけれども、現地で使用しなかったという話でありますが、松本広域消防局の重機活用場面がなかったということは、私どももお話を伺いました。これは一つは、災害現場への道路が、大型車両が通行できず、重機の搬送が難しかったという現場があったこと。もう一つ、現場に、 重機を持っていくことが可能な場ではありましたけれども、被災者の救出という面から丁寧な作業が求められて、手彫り中心の活動となったために重機を活用しないこととなったというふうに聞いております。現場に合わせて丁寧に対応していただいた結果と思いますが、緊急時でありますので、できる限り、できることはすべてやるということで、重機も含めて持っていっていただいたものと、私どもとしても感謝をしております。 杉尾秀哉君、はい。あの、できることが全て本当にできているのかということなんです。